こんばんは、ピーター・バラカンです。この声はシャンカール・マハデヴァンというインドの古典音楽の世界のボーカリストです。彼と一緒にタブラ奏者のザキール・フセイン、そしてジョン・マクロフリン、この3人で作った新しいアルバム Is That So? というレコードの中の曲です。ジョン・マクロフリンはもちろんギタリストとして有名なんですけど、今回のアルバムではギターシンセサイザーだけを使ってて、ほとんどキーボードあるいはストリングスのように聞こえることが多いです。ジョン・マクロフリンは昔からインドの音楽に深く関わっているミュージシャンですけど、自分のことはやっぱり西洋人であると、そして西洋音楽の根幹の一つが和音であるということで、今回インド音楽の普通和音のないものにそういうものをつけてみようという試みでもあります。1月に発売された作品なんですけど、今の世の中世界的に自宅で仕方なく過ごさなければならない人が多くて、そういった人たちに対して少しでも楽しみになればという気持ちで、このアルバムを4月いっぱいまで無料でダウンロードさせるということを宣言しました。素晴らしいアルバムで、とても聴いていると気持ちが穏やかになります。 Is That So? というのをちょっと探してみてください。Tokyo Midtown presents The Lifestyle Museum. Tokyo Midtown presents The Lifestyle Museum. This program is brought to you by Tokyo Midtown. こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。自宅で過ごさなければいけない方に音楽もそうですけれども、本も大きな手助けになりますよね。僕もこのところすごく本を読んでます。それ私もでございます。はい。さあ今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。東京芸術大学教授の桂英史さんです。国内外のさまざまな図書館の設計やあり方に関わっていらっしゃいます。今夜は図書館建築や居心地の良さ、使いやすさなどさまざまな観点から図書館を解剖していただきます。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桂さんの専門分野は何なんですか？元は図書館情報学という、まあ、図書館の、まあ、運営とかサービスについていろんなノウハウを、まあ、作ったり考えたりする、まあ、研究分野があって、うん、でそこがもともとのオリジナルのバックグラウンドなんですけど、そこからいわゆる本っていうメディアとか、それからもっと広くメディアを捉えるっていうメディア研究っていうものも僕の一つの専門で、うん、さらにそれを実際に今度はアートの分野に実践していくっていう意味で芸術実践論っていうのと、今僕の専門としては3つあります。なるほど。最初は図書館の、はい、そうです、図書館情報学、はい、でそこから興味本位にそうです、拡散していったっていう感じですか？でもその時にいつもやっぱり頭念頭にあったのは図書館のことで、まあ建築にかかってきたのも建築家の人たちと、いわゆるどういうふうにこう本が見えるのかとか、うんうん、見られるのかとか、それがどう利用されるのかとか、いわゆる需要者っていう立場でどうやって建築に反映したりっていうことを考えてきたんですね。だからどっかで必ず何らかの形で図書館っていうのは頭の片隅にありながら、メディアを研究したりっていうことはやってきました、はい、今夜はその図書館のお話、訪れてみたいさまざまな図書館についても教えていただきます。東京 FM The Lifestyle Museum、 東京芸術大学教授桂英史さんにお話を伺います。東京 FM Tokyo Midtown. Tokyo Midtown presents The Lifestyle Museum. 2007年、東京の真ん中、六本木に誕生した東京ミッドタウン。そして2018年にオープンした東京ミッドタウン日比谷。多様なライフスタイルとビジネスやアート、カルチャーが融合しながら世界に向け、ジャパンバリューを発信し続ける二つの街。今日
想よりもっとイマジネーションが広がる出会いを、東京ミッドタウン。東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。 東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は東京芸術大学教授桂英志さんをお迎えして、図書館建築の奥の深い世界を伺っていきます。図書館といえば子供の頃によく行ったものですけど、あの頃は多分お金がないから本が買いたくても買えなくて、ああ図書館で借りて読んでいたんですね。もう一度に3冊とか4冊借りて、いつだったんだろうね、ペーパーバッグが安くなった頃なのかもしれません。ほとんど図書館気がついたら行かなくなってました。うん、どうですか今傾向として図書館の利用者。あのですね、まあその傾向はどんどん強まってきて、今はまあ電子書籍もありますから、はい、要するに図書館の役割と同時に、やっぱりその前にやっぱり本っていうものの存在感みたいなものがとか役割みたいなものがとんでも変わってきてる。でその中で図書館が何をこう提供するのかっていうことも当然ありますけど、やっぱりまあ今はむしろほとんどがネットで皆さんなんかこうね、うん、あの検索したりして調べたりする、はい、うん、昔はもう全部それが図書館だったわけですけど。そうですよね、小さいカードの作品がそうですそうです、カード、はい、はい、まあそれ今の若い子は全く分かんないと思います。ですよねでそういうそのまあ調べるっていう機能とそれから読むという機能をまああの近くの図書館は全部果たしてきたわけですけれども、今はもっと違うこう足を運ぶ理由みたいなものをまあむしろ図書館が演出しなければならなくなってるっていうのが今の現状なんじゃないでしょうかね。はいはい、はい、図書館の建築というと独特の他の建物にはない様相が必ず何かあるんですか。はい、はい、建築、まあ僕は建築家ではないですけど、その図書館から建築を見たりすると一番のそのなんか違いというのはやはりさっき言った本の存在感ですね、うんうん、だから本がどういうふうに並べられてるかとか、要はその書架ですね、まず、うん、つまり家具、うん、家具の配置によって図書館全体のまあ、建築のこう形とかそういったものも決まってくる。それはもうでも昔からの話なんですね、うん、はい、うん、もちろん今本だけではないですよね。僕が高校生の時によく学校の近くの図書館でレコード借りていたんですけど、今もちろん CD もあり DVD もあり、はい、他にも何かあるんですか。今はあの去年ですかね、あのフィンランドにヘルシンキにできた公共図書館があのゲームを貸し出したりですね。おお、本当そこまで来ましたか。3D プリンターをあの 3D プリンターとか UV プリンターとかいわゆるあの自分であの DIY するデジタルファブリケーションっていうやつですけど、それのためにプリンターを貸し出したりとかっていう、ことも、まあそれで結構話題になってますけど。北欧ならではの試みなのですかね。まあ、いやどうですかね。これからそういうふうに なるんじゃないでしょうかね。話にはもうあの今までも出てきてましたから、こういうものを貸すということに関しては、あのニューヨーク公共図書館にあの産業と要するにビジネスのための専門の図書館っていうのがあって、うん、でそこではあの昔はパソコンも貸し出してました。あのビジネス支援のためにあのどちらかというと貧困層の人たちに、うんうん、要するにそのいわゆるビジネスチャンスをパソコンでということでパソコンを貸し出したりしてることもありました。まあメディアを要するにこういろんな人のためにフェアユースしてもらうっていうその図書館の原則から言ったら、まあそれを考えればまあそれほど不自然じゃないかなと。要するにまあ図書館というとその本っていうのがどうしても先に来てしまいますけど、はいはい、そのサービスっていう点ではまあそういうことがあってもいいかなっていう気がしますね。今の東京で建築的に面白い図書館といえば何かありますか。東京だとするとあの武蔵野プレスっていうあの JR 中央線の武蔵境の駅の前にある、うん、まあ、図書館があって、でこれはあのいわゆる
さっき図書館の、まあ、役割を少し変えなきゃいけないっていうことで、まあ、建築も含めて考え直した、図書館だというふうに言えると思います。それはなぜかというと、居場所を作るっていう考え方を、はいはい、で、図書館を、まあ、設計し、まあ、構想し、設計していったということなんですね。で、居場所っていうのは何かというと、その近くに大きな大型の商業施設があって、そこの階段で子供たちが、ゲームをしてるんです。放課後とかに、なるほどね。で、この人たちを、もうちょっと、こう、なんか図書館にね、いい意味でも、悪い意味でも、引き込んでおかないと、将来の図書館はないっていうふうに僕は思って、で、実際には図書館の、この武蔵野プレスの特徴は、地下の2階とかに本が置かれてない、本当のその子供たちの居場所があるんです。はい、子供だけのための場所ですか、はいはいはい、なるほど、ね。いわゆるユースのための、要するに居場所っていうのがあって、で、そこはまあもちろん本持ち込んでもいいんですけど、何やってもいいですよ。それこそゲームやってもいいし。じゃ静かじゃなくてもいいわけですよ。ああ、それはちょっと画期的かもしれません。で、要はその大人も含めて、居場所としてのその、いわゆる公共図書館みたいなものを考え直してもらいたくて、武蔵野プレスでは、その居場所っていうのが一つのキーワードになって、いろんなこう、建築も含めて、考えられていったっていうことだと思います。これを設計した川原田と比嘉っていう二人の建築家は、いろんなこう政治的なあれで、その市のいろんな行政的なあれに振り回されて、基本設計を確か3回ぐらいやり直してるんですけど、最後まで頑張ってその居場所を作るっていうことに。で、まあ僕も最初の頃から少しお手伝いをして、まあ今は本当にいろんなところにそれぞれのその世代が自分の居場所を見つけてるという感じですね。でもすごく貴重なんですね。どこの町でもやっぱりね、特にすることがあるわけでもない時に、どっか居心地のいい場所があればやっぱり行きたくなるもんですからね。で、その居場所を見つけるときに図書館もその選択肢の一つになればいいなとは僕も思いながら、まあこれちょうど震災の年にオープンしたんですけど、武蔵野プレスは構想してきたものですね。で、多分そういう考え方は今いろんなところに広がってるんじゃないでしょうか。これ世界中に広がってると思います、この考え方は。はいはいはい、居場所を作るというコンセプトで作られた武蔵野プレイス、今ご紹介いただきましたけれども、この後後半は訪れてみたい世界の図書館も具体的に伺いたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、東京芸術大学教授桂英一さんをお迎えして、図書館建築について今夜はいろいろとお話を伺っています。
今の曲はバフラーベというタイトルのもので、マリの音楽です。演奏しているのはデレック・グリッパーという南アフリカの白人のギタリストなんですけど、このマリの伝統の音楽を記録したいという気持ちで、彼はわざわざ楽譜を起こしてクラシックスタイルのギターで弾いています。アルバムのタイトルは Libraries on Fire、 燃える図書館というもので、マリの、グリオと呼ばれる、人たちは音楽に乗せて、民族の歴史を冠婚葬祭とかそういった時に、みんなに披露するものなんですけど、もともとマリの社会には文字はなかったので、このグリオの人が一人死ぬと図書館が燃えたようなものだと、そういったニュアンスのタイトルです。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は東京芸術大学教授桂英志さんをお迎えして、図書館建築についてお話を伺っています。ここに今日桂さんがわざわざお持ちになってくれた世界の図書館という相当大きくて重い本があります。2センチぐらいあったがあります。写真がとにかく美しい、はいはい、世界のいろんなところの図書館があって、はい、相当古いところもありますけど、はいはい、あのその本はあの、まあ、建築史家のキャンベルという人がいわゆる図書館の、建築の本質みたいなものを歴史でこう辿っていくっていう、まあ、意外とハードコアな、あの写真はすごくこうインパクトありますけど、はい、実はこう読んでももう非常に建築史としてもハードコアなものなんですね。あのオランダでしたっけ、ブックマウンテンという、はい、そうですね、ガラス張りのまさにあの上が山のような形をした図書館がありますね。はい、ね、はい、あのまあそれはまあもちろんその非常にさんさんとその日の光が注ぐところで、まあこう日向ぼっこ代わりに本を読むみたいなこともね、当然考えられて作られてるんですけど、建築家の意図というよりも、むしろその、まあ、提供する側が、もう要するにその本の役割を少し昔と変えてるんだっていう気がしますね。というのは？本の存在感というものが非常に貴重なものであった頃の、やっぱ図書館と、今のようにもう大量生産で作られている、要するに本の存在感というのは当然違うわけですね。で、我々ももう当たり前のように本を捨てたりもしますよね。僕は捨てません。いや、世の中の人は僕もしませんけど、あの、よくあの、リサイクルのところで束ねられて捨てられてるようにしてますよね。はい、はい。ああいうふうにもう今は、あの、ある種の消耗品として扱われてる、まあ、面もあって、あの、むしろその、オランダのその、ブックマウンテンの考え方は、あの、むしろ本を消耗品だと考えて、むしろ、こう、新しいものを新陳代謝させていくんだと。新しい本をユーザーに提供していくんだっていう考え方なんだと思います。うん、じゃないと、あんなにこう、日の当たるところで、日に明けたところで、うん、そうですね。本当に全部丸見えですからね、ガラス張りで。そうなんです。で、20年、30年経ったらもう真っ白ですから、多分、あの、背とかは。日焼けして。あの、この世界の図書館の中には、はい、ちょっと驚いたのが、鎖がついてるものがありますよね。あの、それはあの、昔は貴重だったので、そこの場に行って。盗難防止ですか、それ。はい、もちろんそうです。おもう、もう非常に、あの、重要な、こう、お宝ですから、当時としては。はい、だからもうそれをよそに行って売ればひょっとしたら相当なものになったのかもしれないんで、まあ国家機密とかも当然あったと思います。あの都市国家の頃の要するに、歴史的に言えば。だから、まあそういう秘密みたいなものも含めて書いてあるわけですから、当然それは、あの、盗まれてはならぬということで。そりゃそうですね。あの、もう一つ海外の図書館で言えばね、あの、さっきフィンランドの話がありましたけど、ヘルシンキの、図書館でもまるで、なんて言うんだろう、こう、デザイン化した船のような、はいはいはい、素晴らしい建築物ですけど、
行ったことがありますか？まあ僕実は行ったことないんです。まだあの去年あの開館したばかりです。で実は僕あれコンペ参加したの。あ、そうなんですか。はい、なんていうところですか？ヘルシンキ中央図書館です。まあフィンランドっていうところは、まあアルバールトっていう有名な建築家もいるぐらい、うんうん、あの図書館に対してものすごく、図書館建築に対しても非常にあの関心の高いところで、あのコンペの要項の中に、まあ例えば 3D プリンターを貸し出すとか、それからゲームを貸し出すとか、そういうことがこう書いてあるわけですね。ああ、そっかそっか。だからつまり本っていうメディアだけじゃなくて、新しいメディアをやっぱり提供するんだとか、だからその居場所、居心地っていう意味では、まあさすがフィンランド、サウナまで要項に入って、図書館の中にサウナがあると。ありました。実際にここ、あの、今の図書館に、あの、実現したかどうかわかりませんけど、少なくともコンペにはサウナが書いてありました。つまり居心地か居場所を作るっていう図書館の方向性は、まあこういうところにも現れてるんじゃないでしょうかね。なるほど。建築物としてとにかく美しいので、それだけでも行ってみたくなるものですね。そうですね。はあ、あのアートとして面白い建築の図書館はありますか？今の現代建築家の方々はほとんどがあの作品、アート作品のようにやっぱり作っていくんだと思います。はいはい。でその点で、まあこれも僕がちょっと関わったものですけど、あの武蔵野美術大学の図書館があります。あの、うん、藤本壮介君っていう建築家と一緒にやった仕事ですけど、あのそれはあの書架が躯体になってる、構造になってる。つまり本棚そのものが構造になって作られていて、で、いわゆる柱が全部書架なんです。へー、柱が書架なんですか？で動くんですか？動きませんけど、その中に、全部使ってるかというと、使ってるのは、下の3分の1ぐらいしか使ってない。その上全部空いてるんですよ。つまり装飾なんです。本棚がで空いてるんです。でそれはなぜかというと、まあ、これはね、あの藤本君がこれどう説明しましょうかって藤本君も言ってたんですよ。もうみんなウェブに行っちゃいましたよって、開き直ればいいんじゃないのっていう、まあ、あのそれはある種この時代2010年代に建てられた大学の図書館っていうものは、要するにウェブと共存し、逆にまた本棚をそういうふうに作ることで本の存在感とかっていうものを考えてもらうという、かなりこうコンセプチュアルなですねあの作品としてまあ成立するんじゃないのという話ですねちょっと解説してもらわないとわからないかもしれませんね、はい、うんうん、少しずつだからこう図書館もまた形だったりコンセプトを変えていってるということなんですね、うん、そうですね、はい、ちょっと新しい感覚でこうまた図書館に行ってみたいなというふうに改めて思いました。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は東京芸術大学教授桂英司さんに図書館建築の面白さについて教えていただいています。東京 FM 80.love 東京 Midtown Presents The Lifestyle Museum